治安部隊と衝突し、その後モスクに人質を取って立てこもった事件。イスラーム過激派アルカイダとの関連が指摘されている。学生らは政府に対し、かつて隣国アフガニスタンの大半を支持していた、ターリバーンが主張するような厳格な社会的価値を要求、数ヶ月にわたり、当局との緊張が高まっていた。パキスタン政府は、国営放送を通じ、 あくまで対話による解決を目指すと伝えるが、学生らはモスクに立てこもることとなる。学生らが放棄した背景には、モスクの最高指導者、マウラーナー・アブドゥル・アジーズ氏の影響が大きいと、されている。アジーズ氏は、当時のパルベーズ・ムシャラフ政権が進めようとしていた、教育改革に反対する急戦法であった。当時のムシャラフ大統領を、アフガニスタンやイラクで、 罪のないイスラム教徒を殺害している米英の手先として批判してきた。アジーズ氏はターリバーンとの深いつながりが指摘されており、パキスタン当局からは米国大使館へのテロ攻撃を計画したことや国際テロ組織アルカアイダのメンバーをかくまったことなど15の容疑がかけられていた。2007年になって学生らが イスラムの教えに背いたとして売春フラの拉致事件を起こすなど、徐々にその行動をエスカレートさせていた。ラール・マスジドの位置2 0 0 7年7月3日、パキスタンの首都イスラマバード中心部にあるイスラム教の礼拝所モスクラール・マスジド周辺の政府関連施設を、このモスクに併設されているイスラム教神学校に、通う学生ら150人が攻撃を加え、 施設を守っていた治安部隊の銃を奪い隊員の一部を人質にして衝突が発生。治安部隊は催涙ガスで汚染した。この時点でパキスタン内務省の公式発表で治安部隊一人、学生四人、テレビカメラマン一人及び通行人三人の死亡が確認された。また他に148人が病院に運ばれたが、 大半は、催涙ガスによるものとされている。7月4日、新学生らを陰で操っているとされていた、モスク最高指導者アジーズ氏は、立てこもっていたモスクから、全身が隠れる女性の外出着で顔を隠しながら、逃亡を図ったが、その途中で、治安当局によって逮捕された。当局はこの日、モスク周辺に外出禁止令を出して包囲網を強化し、 指導部や、新学生らに投稿するよう求めていた。同日夕方までに少なくとも1200人がこれに応じた。周辺は、数キロの範囲で、外出禁止令が敷かれ、笑い地副首相は、銃弾には、銃弾で応じると強行姿勢で望む構えを示した。7月7日、政府側は、同じく、ラールマスジドの付属校で、 モスクの北西約3キロに位置する男子マドラサ、ジャーミアー・ファリーディアーを吸収して制圧し、立てこもっていた学生数十人を逮捕した。こうして、政府側は徐々に包囲網を狭めるが、アジーズ氏の弟、アブドゥルラシード・ガーズイー氏はあくまで徹底抗戦を主張。ムシャラフ大統領は、幸福か死かの選択を迫る、事実上の最後通告を突きつける。 政府軍は、拡声機や電話でモスク側に対して、投降を呼びかけるが、降伏はなかった。7月10日、ムシャラフ大統領は、事態の打開に向けて、最終段階に入った。これまでの政府側と、モスク側の衝突で少なくとも21人の死者が、出ていた。午前4時、SSG を先頭に、政府軍が、モスク敷地内に突入した。突入後、 20人ほどがモスクから脱出したと見られている。4時間後の午前8時にモスクは制圧され、こうして事件は一応の解決を見たが事態は最悪の結末を迎えることとなった。この事件により、新学生側が75人、治安部隊側に10名の死者が出た、と事件後に発表された。指導者のガーズイー氏も、ガーズイー氏は、 新学生らによって囲まれて登校せず、銃撃戦によって死亡したと内務省、報道官によって発表された。また、同死殺害後も、生き残った学生の一部は、抵抗を続けたという。この事件は、対テロ戦争の一環として、アメリカに協力していた、ムシャラフ政権に対する宗教保守派からの信頼を、根底から揺るがすものになると見られている。ありがとうございます。